はいどうも、ミニマリストたけるです。本日の動画ではココさんがシンプルな暮らしを選んだ理由、片付け術などいろいろお話をお伺いしたいと思います。それでは自己紹介お願いします。はい、インスタグラムでお部屋の様子や日常を発信しているココと申します。年齢が30代後半で今一人暮らしをしています。健康志向なので食事にこだわっていたり、物の少なめなシンプルな暮らしをしています。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、まあ、ココさんは結構長めでシンプルな暮らしをされているそうで、はい、ただ、はい、なんか若干テイストをいろいろ変えたりとかしてるみたいな感じですね。はいうん、そうですね。はい、で、はい、今よりも多少昔は物が多かったみたいな。はい、はいはい、そうです。10代の頃がやっぱりちょっと物多かったかなっていう記憶、はい、なるほど。はい、でココさんなんか旅も好きなし、うんはい、まあ、それこそ何十か国50か国ぐらい、はいはい、海外旅行行かれたりとか、ね、あとこっちに、はい、ここの家に引っ越してきた時になんか基本物がまっさらで、はい、そこから好きなアイテムを増やしていったみたいな感じの、うんはい、本当にその敷布団1個だけ持ってきたっていう状態からスタートしてます。すごいですね。はい、もうそのもう究極のミニマリスト生活から、はい、まあ、今のお部屋に至るっていうところで、はい、まあ、なかなか多分ごくごく一般の方は経験しえない、うん、あのご経験されてると思うので、まあ、その辺お話深掘ったりとか、はい、あとまあ旅、まあ、それこそご時世からね、うん、だいぶ海外旅行とかも落ち着いてきたので、うん、まあ、その辺と暮らし方とか、まあ、お仕事のなんか軸になるところ、うん、もうちょっと深掘っていけたらいいなと思っておりますので、はい、改めてお願いします。はい、お願いします。ということで、じゃあまず最初なんですけども、はい、ココさんがシンプルな暮らしのなんかきっかけみたいなのはあったのかみたいなのはどうですか。はいはい、特にきっかけがあったわけではなくて、はい、だんだんその自分の暮らし方を考えていくうちに居心地いいのが今のスタイルになったっていうだけなので、はいはい、本当に徐々に徐々に徐々にっていうところです ね、はいはい、ですね。それこそご両親ご実家の方も割とシンプルな暮らしだったんですか。家そうなんですね。はい、実家は物が多かったんです。はい、なの で私ちっちゃい頃から断捨離が大好きだったんですね。いつも押し入れを見てはなんかいらないものないかなって探してるような子供だったから、結構その親と戦いでした。あ、なるほど。これ捨てたい。そうなんですね。まだ使えるみたいな。いや、使えるから取っとくんじゃなくて、使ってないから捨てるんだよみたいな。すごい思考はしっかりされてますね。はい、なるほど。じゃあもうご実家出られてから、うん、まあ、そういうあの思考というか価値観があるから、うん、もう割と、まあ、物は多少今よりも多かったかもしれないけど、うん、割とシンプルな暮らしを継続されてるみたいな。そうですね。はい、なるほど、そういうことですね。うん、で続いてはその、うん、ココさんのインスタグラムのプロフィールちょっと気になったワードがありまして、はい、なんか旅とオーガニックな暮らしみたいなのが書いてあって、はい、まあ、つまりこれはってどういう意味というか。はい、はい、なぜこれを書いたのかみたいな。はい、旅とオーガニックっていう言葉がもう私の代名詞っていうふうに思ってるので。なるほど。はい、そのまま書いただけなんですけど。そうなんですね。はい、もうずっとそれこそ若い時から旅は繰り返しやってきて、うん、はい、そうです。で、まあ、先ほどもちょっとルームツアー撮らさせてもらったんですけど、うん、まあ、天然素材が多めで、うん、まあ、それこそ木目、まあ、木のものとか、うん、まあ、コットンとか、うん、はい、あとは何だろう、食べ物がやっぱり、はいはい、そうですよね。うん、で、まあ、実際あとオーガニック無添加、うん、無添加ですね、無農薬、無農薬、はい、のものを多く取り入れてるっていうのが、まあ、ココさんの、まあ、暮らしの軸というか、はい、なってるってことですね。うん、そうですね。はい、で旅は改めて、うん、何カ国ぐらいトータル行かれたとかありますか。はい、何カ国は50カ国、はい、超えてるのでちょっとカウント忘れちゃったんですけど、まあ、そこまで行ったら数えないですよね。はい、50以上、はいですね。うん、なるほど。はい、で、まあ、一個前の動画とかでもおっしゃってた結構、まあ、海外旅行で、うん、まあ、感化されて、うん、それこそなんか天然素材のなんか取り入れるようになったのがモロッコでしたっけ。うんうん、はい、でそれはなんでそのモロッコの暮らし方がそういう天然素材を多め取り入れてるみたいな感じだったんですか。はい、途上国がやっぱそういう傾向が強いですね。自分たちで、はいはい、編んで作ってたり路上でっていうのが、まあ、一般的っていうか。あ、まあ、確かにアフリカ系とかね。はい、まあ、そんな大体お母さんが路上で編んで、あ、そうなんですね。はい、織物をたりとか手作りが多かったですね。なんかそういうのもやっぱ刺激受けたりとか、うん、こういう暮らしいなと思って自分の部屋作りに生かしたみたいな感じですか。うん、そうですね。はい、落ち着くですよ。うん、天然のもの木の木目の板とかってやっぱ触った時に全然こう、うん、違う、はい、違う、はい、肌触りというかね、ツルツルがあんまり好きじゃないのかもしれない。あ、そうなんですね。はい、まあ、でもなんか落ち着くのはすごい分かります、ね。やっぱ人間の本能みたいな感じでね。多分そう。なるほど。で、まあ、今の暮らしがあるというところで、はい、であと気になったのが、うん、その旅結構それこそなんか半年行かれたりとかみたいな、うん、で、まあ、多分おそらく、うん、まあ、20代から40代の方
方って、うん、まあ、結構やっぱ旅したいみたいな願望が結構あると思うので、うん、なんか仕事と旅って結構やっぱ、うん、ね、それこそ仕事辞めて旅とかいろいろあるじゃないですか、はい、その辺はなんかどういうふうに旅してきたのかとか、うん、なんか暮らし、それこそ仕事へのなんか捉え方、考え方みたいなお話を聞きたくて、はい、はい、私はもう旅が生きがいだと思う、うん、旅が生きがいなので、はい、本当に旅を軸に生きてるんですね。なので仕事は旅に行きたかったらやめますっていう、潔い感じで生きてます、ね、旅は、はい、実際に年一とかには行くんですか、それもっと行くみたいな、あ、なんだろうな、 今ちょっと、ね、はい、時代があれだからだけど、はい、前はじゃあ結構まとめて行ってましたね、年一とかその回数とかじゃなくて、もう続けて、そうですね、一回もう行くって決めたらがっつり行くっていう、はい、もう短くてどれぐらいなんですか、それこそ海外行くってなって、短くて、会社を辞めないんだったら、うん、最大17日間とかでしたね。なるほど。最長でどれぐらい海外旅行を続けてたんですか。最長は、一回海外行くってなった時に、あ、はもう1年半ぐらい行ってました。もうプチ移住ですねすごいですね確かに。なるほど。でもベースとして旅があってっていう感じなんですね、はい、うん、はい、そうですね、ありがとうございます、はい、でじゃあ続いての質問なんですけども、うん、そのなんかお仕事に関しては、うん、なんかそれこそもうなんかあんまりその会社員とかこだわりがない感じ、うん、そうですね、旅ベースだから、はい、まあ、いつでも辞められるって言ったらちょっと語弊があるかもしれないですけど、はい、まあ、割とフットワーク軽く受けるような仕事に就きたいみたいな感じですか。はい、20代の頃は結構それを模索してて、うん、どうやったら旅に行けるんだろうみたいな、はいはいはい、でやっぱり辞めてっていうのを繰り返してたんですけど、はいはい、だんだんと、まあ、どこでもできる仕事にシフトしていこうっていうのに変わってきて、はいはい、今はちょっとそっち寄りですね。そうなんですね、はい、結構旅したい方とかそこ課題になるじゃないですか、はい、なります。旅すると絶対お金もかかるし、はい、かといって会社員ので辞めにくかったりとか、はい、っていう意味で、まあ、そのココさんが行き着いた先は、はい、まあ、そのどこでも仕事ができるような職種というか、はい、働き方に変えたっていうのが、はい、ファイナルアンサーっていう感じですね、はい、ありがとうございます、うん、ではではじゃあ次の質問に行きたいと思うんですけども、うん、はい、普段の暮らしの中でなんか楽しいこととか大切にしてる時間とかはあったりとかはしますか、うん、はい、自然がとにかく好きなので、うん、普段もその、ま、キャンプに行けない時は公園に行って、うん、あのアーシングしたりとか、アーシング、アーシング、アーシングって何ですか？アーシング、裸足で地面に立って、あ、まあ、放電するんです。あの僕あの、はい、なんかね、アースってね、設置っていう、はい、そう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 、アーシング、現在進行形だ。はい、わ、ね、はい、かりました。そうです、はい、それをしたり、もう本当横になってゴロンとして、まあ、自然と近くなるっていうか、なるほど、はい、そんなような過ごし方、なかなか面白いような怪しいような。怪しくないです、はい、ピクニックの延長。なるほど。でも健康的ですね、はい、裸足で過ごすってね。そうですそうです、なるほど、はい、なるほど、まあ、そういう時間が好きっていう。好きですね、はい、で、はい、家の中でもなんか好きな時間とかはありますか、はい、家でもやっぱりそのベランダで過ごす時間っていうのが一番好きなので、朝のその1時間コーヒー飲んでここでゆったり過ごすっていう時間が一番好きな時間ですね。なんかそれこそベランダで過ごすとか、はい、まあ、公園行ったりキャンプ行ったりとか、そのアーシングしてその放電させるみたいなずっとやられてるんですか、はい、そうです。なんかそれ人からおすすめされてとか、はい、この人がやってるから私もやってみようみたいなきっかけとかありましたか。 ありました、私ちょっと北海道に住んでたことがあって、そこで私のお母さんみたいな人がいるんですけど、はい、その人がアーシングを勧めてくれて、それを一回やってからなんか気持ちよくて、あ、そうなんですね、で、うん、そこからなんかずっとやるようになりました。それはペース的にはどれぐらいやるんですか、はい、そのアーシングは。もっと気分、あ、気分で、はい、やりたくなったら行くみたいな、キャンプ場とかでもやるんですか。あ、キャンプ場でもやります。やるんすね、あの芝生だったら、土だとちょっと脱げないから、まあ、確かに確かに芝生見つけたらやりますね、どこでも。一応足拭けるやつとか持っていくわけですか。はい、はい、キャンプなのでもういろいろ持って、なるほど、そういうことですね。でもそれがココさんにとってやっぱ心地いいみたいな感じなんですね、自然を感じるみたいな、はい、多分土に触れたいんだと思います。へえ、あ、そうなんですね。あの植え替え、鉢の植え替えしてる時もすごい楽しいんですよね。土触ってる、なんか土触ると落ち着くって聞きますよね。落ち着くんですよ、ね、そうなんです。だから割となんか年齢重ねるごとにその畑される方とか自給自足に憧れるとか、そこそちょっと地方移住したいっていうのもなんかそれらしいみたいな、やっぱりそうなんですね、聞きますね。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、ではでは、続いてなんですけども、はい、まあ、それこそココさんシンプルな暮らし目指そうと思ったってわけじゃなくて、自然の流れでなったって感じですか。
はい、はい、で実際にでも最初はなんかカラフルなものが多かったみたいな、うん、はい、はい、なんかどういう流れでカラフルからしかも今はナチュラルですけど、はい、途中モダンテイストも挟んでるじゃないですか、はいはい、なんかどういう切り替えで今に至るのかみたいなその流れが知りたいんですけど、流れ、はい、私引っ越しいっぱいしてるんですよ。へ、だから、はい、多分引っ越す時にテイストを変えてるような記憶があります。そのテイストはなんか、はい、天から降ってくるわけですか、はい、今回のお部屋でこの土地でこうしようみたいな、はい、なるほど、天から降ってきます。で引っ越すことにじゃあそういう入れ替えするみたいな感じそうです。あ、そうなんですね、はい、じゃあもともと持ってたものはじゃあ全部手放したり売ったり譲ったりして、はい、また一から構築していくそしたらもうずっと続けてる感じだ。じゃあ あれなんですよ、はい、一人暮らしだったり二人暮らしだったりとかするので、はいはいはい、そうなると家のサイズも変わって確かに置けるものも変わるのでそういうので結構物が変わってったのかなって思います。なるほど、そういうことですね、うん、で今は、まあ、このスタイルが一番自分にとって心地いいみたいな感じ、うん、はい、なるほど、ね、はい、ありがとうございます。はい、ではでは続いてなんですけども、はい、まあ、当時ここに引っ越してきた時になんかどういうお部屋作りたいみたい なんかこんなお部屋にしたいみたいなのはありましたか、うん、ここに引っ越してくる前にちょうどモロッコに行っていて、はい、そのフレンチモロッカンっていうスタイルに憧れてたので、はい、最初はそれを目指してたんですね、はいはい、で、もうちょっと今よりも民族っぽかったんです、うんうん、あ、なるほど、はい、民族ですか、また怪しいですね、はい、なんかまあ、なんとなくイメージはちょっとカラフルですか？じゃないんです。あの、うん、モロッコのカラフルなスタイルとフレンチモロッカンの方はもっとシンプルなんです、うん、色は使わずに でもその民族っぽさは残ってるっていう、はい、後で調べてみます、はいはい、だったので最初それを目指してたんですね。だから色味は今と変わらないんですけど。なるほど、はい、でもやめたわけですか？それをやめたって、はい、そうなんですよ。なんか突然やめたわけじゃなくて、はい、ちょっとずつ変えてるうちに今のになるほど微調整しつつ、はい、なっていった感じです。あ、そうなんですね。なんかそれこそ、まあ、ここに引っ越してきた時は、うん、何でしたっけ、マットレスを一つみたいな敷布団、敷布団か一、はい、つでやって、まあ、一個ずつアイテムを増やしていくために、はい、まあ、ちょっとイメージが徐々に本当変わってきたみたいな感じだ、はい、そうですね。大物は全然変わってないんですけど、はい、もう本当に小物ですね。なるほど、はい、なんでまたその敷布団だけにしようってなったんですか、はい、なんかそれこそ普通だったらまあ楽するために前の物件から使ったものを持ち込んで、はい、まあ、それで暮らした方がまあ楽かなって思うのが多分普通じゃないですか。それをまた処分するのが嫌だったんですよね。どうせ捨てるっていうのはもう決まってたの で、とりあえずのものを持ち込みたくないと思って、そっか、はい、もう潔く、はい、すごいですね、もう妥協しない感じですねなるほど、はい、ありがとうございます、はい、では続いて、昔ちょっと物が多かったっていう話だったので、うん、まあ、昔どんなお部屋だったかとか、うん、まあ、どんな物が多かったかとかはいかがですか、はい、お部屋は10代の頃がミッドセンチュリーっていうスタイルだったんですね、はい、で20代になってモダンテイストになったんですけど、うんうんうん、やっぱり多かったのが年齢もあったんですけど、はい、洋服とアクセサリーがとにかく多かったですね。なるほど、はい、まあ、この辺は増えやすいですよね。そうですね、おしゃれが本当に好きだったので毎日違う洋服を着たいっていうので思ってたわけですね。思ってました、はい、それもやっぱりそのね、時代だったりご年齢重ねることでやっぱそういう思考とか価値観も変わってきたみたいな。変わりましたね。それも自然なんですか、うん、はい、本当になんか誰かから言われてとかじゃないです。もう自分の心にいつも従ってできているので、はいはいはい、今どうしたいかっていうのを考えてるんですけど、そしたらこうなっていったっていう。そうか、はい、でも本当自然な感じですねなるほど、はい、ありがとうございます。でちなみに洋服とかアクセサリー、はい、昔たくさんあったってことですけど、それはつまりどのタイミングで減らしたのかとか、片付け方みたいなのってどうですか、はい、オフィスカジュアルを着なきゃいけない会社に勤めていて、でまあ、ずっと結構そういう会社が多かったんですけど、うんうんうん、その時はやっぱり着たくないけど会社のための服っていうのが週5日分あったので、うん、でそれをその会社を辞めて、うんうん、で私はもうこういう会社では働きたくないっていうのももう分かったんですよ。服で内容も、内容もです。自分の思考と合わないっていうことにも気づいて、そこからもうそういう会社には行かないから全部捨てようと思って、うん、あ、潔いですねそこで、はいはい、なるほど。それがなくなったことでお気に入りの服だけ残ったみたいな、うん、そういうことですね、うん、でプラスアクセサリーとかはどうですか？アクセサリーはすごくピアスが好きだったので、はい、本当にいっぱいあったんですけど、はいはいはい、それが全部なくなったら今の状態になりました、ね、なんでまたなくしたんですか？昔は結構大きいのも作ってたみたいなお話もレムサでおっしゃってましたけど、そうなんです、はい、本当にお花の大きいやつとか大好きだったんですけど、はい、ちょっと
ごちゃごちゃしてるなっていうのを感じてきて、シンプルにどんどんまあ削ぎ落とされていった。なるほど、へえ、はい、で実際、まあ、今ではまあ昔に比べたら洋服とかアクセサリーが少なくなって、なんか良かったこととかありますか？着るものに悩まないっていうのが、まあ、皆さんもおっしゃってると思うんですけど、すごいやっぱそれってストレスだったんですよね。無駄な時間だったなっていうのを感じて、なるほど、もうこれとこれっていう、もう組み合わせが決まってると本当に考えなくていいので、はい、毎日が楽ですね。楽になったということで、はい、ありがとうございます。ではでは続いて、もともと断捨離が、ね、好きだということで、なんか片付け方のポイントだったりとか、まあ、どんなステップで物を減らしてきたのかみたいなのってありますか？はい、そうですね、もう私はもともと断捨離が趣味なので、なんかその一度にやるっていうよりは、まあ、気づけばいつもやってるような感じなので、なるほど、開いてみて、はい、最近使ったかなって思って、使ってなかったらもう捨てるっていう、はい、それを繰り返してる感じですね。そうなんですね。だからターニングポイントもないし、つどつど気づいたらっていう。そうですそうです、大きなターニングポイントが本当にないですね。で片付けの時、断捨離の時は、もう基準はあれですか、もういつ使ったかみたいな、使うかみたいな、もうそれぐらい。そうですね、はい、使ったかどうか。なるほど、もう いつか使うかもで残すことはあんまないですか？あ、ないですね。そうなんですね、なんか本当こんまりさんみたいですよね。なんか昔から子供の時から結構やっぱ片付けが好きだったみたいで。そうなんですね。そう、でも本当癖というかそれが習慣になってるんですね。はい、ありがとうございます。では続いてなんですけども、はい、なんか昔持ってて、なんか多分いろいろ手放してこられると思うんですよ、やっぱ習慣の中で、はい、でなんか捨ててよかったものというか手放してよかったものをちょっと5つ挙げていただきましたので、はい、1個目からお願いしてもよろしいですか？1個目がテレビ。テレビ、これがやっぱ一番大きいですね。これは、はい、テレビはこの1個前とかですか？いつぐらいのタイミングで、この家にテレビ持ってきたんだった。どうしよう、はいはい、全然大丈夫ですよ、はい、忘れてた、はい、テレビだけ持ってきてたんだ、うん、はい、すっごい大きいテレビを持っちゃってたんです、はい、なるほど。じゃあ引っ越してきた時とかは、テレビと仕切りと、そうでした。なるほど、まあ、それもすごいですけどね。はい、そうでした。で持ってきて、はいはい、でどういう流れでテレビ捨てるってなったんですか？実は持ってきたけど持ってくる前から見てなかったんです。あ、へー。ずっと何年も見てなかったんだけど、はい、なんかテレビは地震とか来て速報、だったり、その普段は見ないけどいざという時に必要かもしれないっていうので、テレビだけ一応手放さなかったんですけど、多分その時代の変化でもう何でもネットで、そうですね、見れるようになったから、私の必要性はなくなったなっていうところで、はい、処分しましたってことですね。で続いて手放してよかったものは、まあ、さっきおっしゃった洋服、そうですね、減らしてよかったと、はい、洋服ですね、はい、で3つ目がバッグと、3つ目が、はい、バッグ、はいはい、この辺は減らした理由だったりとか、はい、片付け方とかはありますか？なんかバッグもやっぱりそのおしゃれが楽しかったので、この洋服の時はこのバッグを持ちたいとか、なるほど、そのファッションに合わせて、はいはいはい、バッグも変えるっていうのをやってたんですけど、はい、もうそんな必要はないなっていう、だいぶ落ち着いたわけですねところに気づいて、はい、もう本当に1個メインのがあればいいやっていう感じになりました。で、4つ目が靴とも書いてありますけど、はい、これもあれですか、同じ感じで、はい、あ、これは、ヒールが高い靴なんですけど、なんかおしゃれのために我慢してたんですね、はい、20代は歩きづらい、足が痛い、痛いけど、はい、痛いけど我慢してたのをもうやめようと思って、 なんで人からの見た目とかを気にしてるんだろうみたいな、はいはいはい、自分の体の方が大事なのにっていうのを、なるほど、はい、見た目より自分の体優先に、はい、いうことですね。なりました、はい、ありがとうございます。で最後5つ目はアクセサリー、アクセサリー、はい、っていうことですね、はい、ちなみにこの5つの中で、なんかココさんが一番これ手放してよかったよみたいな、減らしてよかったって何かありますか？はい、ダントツにテレビですね。はい、もうテレビは本当に時間を奪ってるっていうのも、もともと見てなかったのであれなんですけ ど、はい、なんかそうですね、あとはその情報が偏っている、うんうん、やっぱり流す側の意図があるので、うん、CM だったりその制作、ね、制作側の、ね、はい、制作側のいろんな大人の事情があっての情報だから、うん、はい、そこをこう見ていると、なんだろう、自分の固定概念みたいなのが、本当の自分の自分の感覚じゃなくて、刷り込まれた知識になっていくっていうのをすごい思っていて、やっぱり
それがなくなればみんな結構変わるんじゃないかなっていうふうに思ってます。確かにね、まあ、そういうのもちょっと一回シャットアウトして、ね、まあ、自分らしくというか、まあ、心を赴くままにみたいな、自分の心にフォーカスした方がいいと思います。暮らしやすくなるみたいな。ありがとうございます、はい、ではでは続いてなんですけども、はい、まあ、今現在シンプルな暮らしをされているということで、まあ、この生活を維持するためだったりとか、まあ、心地よい暮らしお部屋にするためになんかあえて買わないとか持たないって決めてるものとかはあったりとかするのかみたいなのはいかがですか。さっきのとちょっと被っちゃいますけど、はい、テレビ、電子レンジ、バッグ、不要な洋服と靴、あとはストック用品、洗剤、はい、化粧品、お土産、めったに使わない調味料類ですね。お、なるほど、はいはい、でまあ、さっきのちょっと被ってるところはね、あれなんですけど、はい、なんかそれこそなんか洗剤系とかって普段どうしてるんですか。はい、洗剤はあのマグネシウムで洗ってるんですよ。はい、洗濯はい、ですか。はい、はいはいはい、なので洗剤は買わないっていうのをやっていて。それこそお掃除洗剤とかはあったりとかはするんですか。あんまりもそれもない、はい、お掃除は、重曹で、重曹な、はい、環境いいやつだ、うん、そうですね。なるほど。で、うん、あとは気になるのは、うん、ストック用品は持たないっていうのはなるべく溜め込まないみたいな。そうですね、はい、うん、不用意に増やしたくないっていうので、うん、なるほど。でお化粧品に関してはどんな感じなんですか。化粧品は、はい、それもなんか天然由来とか、いろんなアイテムはいらないなっていう。あ、なるほど、そっちですね。わざわざ秋だからアイシャドウの色がどうこうとか、そういう、あ、なるほど、はい、いろいろ揃えなくていいっていうふうに思ってるので、そういうことですね、本当にシンプル、はい、でお土産とかも、まあ、海外とか行ったとしてもそんな買わないみたいな感じ。そうですね、お土産本当買わないですね。前からですか。あ、いや10代の頃買ってたと思います。ハワイ行ったらちょっと楽しくなっちゃって、なんか余計なもの買っちゃってとかいう時代もあったんですけど、もう今は使わないの分かってるので。まあそうですね、大体旅先で買うと使わないですから。よっぽどのことがない限り、はい、ですね。なるほど、じゃあもう使わないから買わない。そこの食べ物とかは買ったりちょっとしますけど、はいはい、まあ、ここでしか、はい、帰って作ってみたいなとかは買うけど、まあ、それぐらいになりました。でめったに使わない調味料とかも、はい、まあ、その辺も使う、まあ、頻度とかで、まあ、選別してって感じですか。頻度は高いの。これはなんかいろんな料理を作ろうとすると、はい、全然普段使わないようなそのアジアの調味料だったりあるじゃないですか、はいはい、 ね、はい、でもそれってその時一回食べたいだけで、精一杯に作るかって言われたら作らないから、はい、余りますね。そう、余っちゃうんですよね。もうそういうのは買わないようにしようと思って、本当にいつも普段使う基本的な和風のものだけにしようと思って。なるほど、はい、じゃあもう食べようと思ったらもうそういう調味料買わずに基本は外食行くか我慢するかみたいな、はい、あんまりそういうのが食べたいってもならないんですけど、 もしなったら外食。なるほど、その時は。そういうことですね、はい、ありがとうございます。ではでは続いてなんですけども、うん、まあ、昔の自分に片付けのアドバイスするとしたらなんか何て伝えたいのかみたいなのはどうですか。あんまりないですかね、この辺は。どうですか。そうですね、はい、まあ、あえて言うなら洋服もちょっと減らした方がいいんじゃないっていうことなんですけど、はい、でもなんかそれを今なんだろう、どうこういう気持ちはなくって、その20代の時に散々自分の楽しさをこう味わったから今があるから、まあ ね、それはその時で良かったんですよね。だから、はい、特にアドバイスはないというか、いうその時を楽しめっていうが大事っていうことですね、はい、でも本当まあ年齢重ねたりとか、それこそ環境が変わった時に、まあ、心向かにまあお部屋作りしたりとか、まあ、物の数とかちょっと調整したりとかするのが結構一番大事そうですかね。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、まあ、本当自分のやりたいようにやらせてあげることが大事みたいな、はい、書いてありますけど、まあま、そうです、本当そう思っていて、ね、はいはい、やりたいようにもうやりきる人生が大事だと思ってます。確かに逆にあれですね、はい、妥協しちゃダメってことですね。変えたかったら変えた、はい、絶対後悔すると思います。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、ではでは続いて今の暮らしになってみて、なんか良かったことというか、はい、暮らしぶりが変わったこととか、 なんかメリットとかがあれば教えてほしいなと思ったんですけど、いかがですか、はい。なんかモダンな時はガラスのテーブルだったんですよ、はいはい、おしゃれな感じで、ね、おしゃれな、うん、でもなんかこう落ち着かない、あの、いいお店にいるような、あ、ちょっと背筋がピンと伸びる、背筋がピンと、そうなんですよ、家にいるのに、はいはい、なんかこう物を置くにもちょっと気を使うし、なんかリラックスできないなっていうところがあったので、
ぱり今はすごい落ち着きますね。あ、やっぱそナチュラルだし、はい、まあ、全然ピンとしなくてもリラックスでできるだらとできる大きいっていうことですね、はい、大きいですね。なるほど。実際になんか物とかもそんなたくさんあるってわけじゃないですか。物も割と少なめだと思うんですけど、なんか実際物が減ったことによって少ない暮らしのなんか魅力みたいなって何かあったりとかしますか。こう気が散らないっていうか、なんか物が溢れてるといろんな思考が、意識がいろんなところに行っちゃう気がするんですけど、ないと目の前のことに集中できる気がしますね。あ、なるほど。じゃあ思考も結構クリアになるというか、雑念がよぎらないっていう感じですね。ありがとうございます。あとね、ちょっと事前にいただいたご回答によると、なんかスーッと深呼吸したくなるとか、心に余裕ができるとも書いてありますけど、はい、はい、本当に風通しがいい家なので、いいですよね、はい、なんかもう本当に物がなくて、こう風が入ってくると、なんか気の流れがいい感じがするんですね。はいはいはい。でふーって息吸いたくなる感覚があるんです。確かにこれ物が多くて埃もたくさんあったら吸えないですもんね、はいはい、気が悪くなりそうだから、はい、なんかそういうのもじゃあ物が少ないなんか良さっていうか、そうですね。でプラスまあリラックスもできるし、はい、みたいな感じですね。ありがとうございます、はい、では続いてなんかシンプルな暮らしじゃなかった時に、まあ、ちょっと感じていたストレスみたいなのがあればちょっと教えてほしいなと思ったんですけども、いかがでしょうか。いくつかちょっとご紹介していただけたら、はい、その着たくない洋服がたくさんあるっていうことがやっぱりストレスでしたね。なるほど、まあ、毎日、ね、着ようと思ったら着るわけですもんね洋服とかはね、まあ、それはすごいストレスだったと。そうなんですよね。あとはい、どうでもいいことに思考を使いたくないっていうのが、やっぱり日々考えることっていっぱいあるじゃないですか、まあ、確かにそうですね。その中で無駄に毎日今日の服を考えるっていう時間が結構ストレスかなと思います。確かに、ね、考えなくてもいいこととか自分にとって嫌なことというかね、そういうのが減っていくとじゃあなおさらいいみたいな感じですかね。そうですね、はい。でまあ、今では結局、まあ、自分の好きな服に定まって、はい、いいと、はい、こちらになったということですかね、はい、ありがとうございます。ではでは続いてなんですけども、はい、なんかお部屋作り、まあ、多分そのルームツアー見た方とか、まあ、今回のお話聞いて、はい、なんかすごいココさんの考え方とかお部屋作りですごい参考にしたいみたいな方とかも多分いらっしゃると思うので、なんかお部屋をおしゃれにするコツだったりとか、まあ、リラックス空間を作りたいとかね、はい、なんかそういうちょっとワンポイントアドバイスじゃないですけどなんかコツみたいなの聞いてみたいなと思います、はい。なんかその居心地の良さって人によって違うと思っていて、か誰かの真似をするっていうよりは本当に自分がどう感じるかで選んだ方がいいっていうふうに思っていて、からルームツアーでもお話ししたように、あの1個のアイテム買うにしても本当によくあのチェックしてっていうか慎重に見極める、本当にどんな家にしたいのかとか自分の好きを探すっていうか、それを、なるほど、はい、大事にした方がいいかなと思います。じゃあココさんの真似っていうよりかは、はい、自分が例えばリラックスしたいのか、それともちょっとシャキッとしたいのか、モダン系でいきたいのかとか、カラフルが好きなのかみたいな、そこはちょっと見極めた方がいいっていう感じですかね。はい、ありがとうございます。それこそココさんなんか惑わされそうになったこととかはないですか。なんかあの人がこういう暮らししてるからちょっと真似してみたいとか、はい、なんかインスタとかでもこのお部屋おしゃれだからちょっとこっちに近づけたいなみたいな、ちょっと誘惑されそうになったというか、心が惑わされそうになったというか、いやないあんまりないですか。というか私あんまりインスタ見ない。そうなんですねインスタされてるけど発信はしてるけど、ね、じゃあもう自分らしい、特に見ない。そうなんです。あ、そうなんですね、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、ではでは続いての質問なんですけど、はい、なんかまあこれから減らそうと思うものとか、なんか迷ったりとかするものとかはあったりとかしますか、特に私、はい、物質的なミニマリストになりたいっていうわけじゃないので、はい、何か減らすたいとは思ってない。なるほど、そういうことですね、はい、はい、まあ、定期的に、まあ、目に入ったものを捨てるか捨てないか、その時にいらないものがあったら捨てるっていう感じですかね。おお、そういうことですね、はい、ありがとうございます。無理に減らすっていう感じではないと。そうです、はい、ありがとうございます、はい、続いて多分、はい、あ、大丈夫ですか、はい、あのバックパッカーで世界を回った時に気づいたんですけど、はい、本当に究極に少ない状態じゃないですか。そうですね、確かにそれでも生きれるんですけど、生きやすいかって言ったら違う。まあ確かにちょっと不便もあったりとかしますもんね、はい、本当に洗濯機がないので毎日手洗いで洗ってたり、はい、本当に不便だったので、はい、はい、だからそのバランスが大事だな、何でも削ぎ落とせばいいってわけじゃなくて、自分の居心地いいところを探すみたいな、なるほど、はい、かなと思ってます、はい、ありがとうございます、では続いてなんですけども、はい、なんか次の
ステップとしてなんか考えていること、なんか今課題のことでもいいし、はい、まあ、直近の目標でもいいし、うん、はい、なんかそこら辺ちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど、はい、いかがですか？そうですね、今東京の、うん、まあ、都心の方に住んでるんですけど、はい、次はまあ地方に引っ越したいっていうのが次の、はいはい、夢ですかね。それはなぜですか？なんかその野菜を自分で作りたいっていう、なるほど、完全にどんどん自然に戻ってきますね。そうですね、なるほど、うん、あとはやっぱり緑があるとはいえ、うんうんうん、建物に囲まれてるような環境なので、うん、はい、うん、もっと自然に近づきたい。なるほど、はい、もう将来的にはそれこそ山の近くとかで、はい、畑耕すみたいな、自給自足みたいな、結構理想的で、うん、そうですね。あ、そうなんですね、はい、地方は本当どこでもいいんですか？いや、そういうわけでもなくて、結構こだわりが、あ、こだわりがあるんですね。こだわりがあって、いろいろ旅しながら見てるからこそまだ行けてないっていうか。なるほどなるほど、ちょっと旅しながら回ってここっていうところがあったらもうそこに移住するのもありかなっていう。そうですね、なんか多分、はい、家具選びと一緒かもしれないです。へえ、妥協しない、ここっていうところが見つかったらということですね、はい、あとなんか車旅する生活したいとも書いてありますけど、うん、あ、そうですね、私バンを改造して旅したいっていうのが あるので。まだしたことがないですか？あ、この間、あ、自分の車じゃなくてレンタカーでやってみたんですけど、やっぱすごい楽しくて。あ、そうなんですね。で、本当は自分の車でやりたいので、じゃあ、はい、それが次の夢かなっていう。なるほど、それであれですね、僕の編集さんご存知だったっていう、うん、なるほど、そうなんです、あ、はい、YouTube とかも見たりとかはしてますか？見ました、見ました。だからなんか違うところからつながった感じでした、ね、びっくりですよね、はい、あれ、バンの人そうなんですつながってるみたいな。なるほど、じゃあ将来はそういう旅もしたいと、はい、そうですね。そのキャンピングカーってわけではないんですか？キャンピングカーはちょっとでかすぎですか？はい、運転したことあるんですけど、はい、やっぱ大きすぎて結構不便に感じたんですよね。なるほど、まあ、そういう点もありますもんね。なるほどなるほど。じゃあちょっと軽バン的な、はい、軽バンか、うん、ハイエースみたいなやつを、はいはいはい、改造したいなっていう。すごいですね、はい、そっか、なるほど。それこそそれはいつぐらいには達成したいとかはあったりとかはするんですか？それもあれですか、あんまり決めないですか、そういうことも？はい、まだ決めてないっていうか、多分その時に気持ちが動くと思うので、あ、今やりたいって。うーん、今はなんか何を重要視してるんですか？今は公園とキャンプとかですか？、はい、設置とキャンプ。今は、はい、そうですね、なんかまだちょっと東京にいたいっていうのがあるんですよね。ほう、それはなんでですか？何が面白いとか楽しいとかあるんですか？街並みがおしゃれとか。なんですかね、なんとなく。でもなんかまだこの家にいたいのがあるんだと思います、ね、本当にずっとそれおっしゃってますわね、うん、なんか本当に、はい、取材前のこの家までの道中もそうだし、結構こっちに長いこと住まれてますもんね、はい、そう、僕ちょっとこのエリアが好きっていうの、ね、うん、まあ、あんま詳しく言えないですけど、僕もすごいいいなと思いましたね、うん、この辺ね、自然もあってみたいな、街並みも綺麗だしみたいな、はい、じゃあ、まあ、やがて飽きたりとか、そうですね、もう満足したらっていう時かなと思ってます、うん、なるほど、はい、はい、ありがとうございます。ではでは続いてなんですけども、うん、まあ、こちらのお部屋が超お気に入りで、まあ、しばらく住みたいみたいな話があったので、うん、なんかこちらの物件の決め手になったこととか、はい、まあ、それこそ内覧もしたと思うので、なんかその時に何が良くて決めたのかみたい な、うん、なんかこだわったポイントとかをちょっと教えてほしいなと思って、はい、結構ありますね、これ。こだわりがすごい強い。こだわりが多すぎて本当に家がなかったんですよ、まあ、そうですよね、全然見つからなくて。しかも東京って入れ替わり激しいじゃないですか。よく見つかりましたよね、はい、本当にそうなんです、はい、じゃあ一応ちょっと数があれなので、うん、はい、ババって一瞬言ってもらって、うん、読み上げたらいいですか？はい、お願いします、はい、こだわったポイントが立地と風が抜けるかどうかと、うん、ベランダの広さ、うんうん、日当たり、はい、収納の数、うん、キッチンの広さ、部屋の広さ、うん、飲食店が近くにないこと、緑がある場所、はい、2階以上です。なるほど、面白いですね、まあ、立地はなんとなく分かります、はい、まあ、アクセス面っていうところですもんね、うん、で風が抜けるかどうか、やっぱ木の巡りっていう、はい、ところですか？なんか自分が息しづらくないですかね、はい、まあ、そうですね、はい、はい、僕も全く共感でございます。やっぱ風通りが悪いと、はい、まあ、例えば部屋干しにするにしろ、やっぱね、呼吸もしにくいし、まあ、ちょっとどんよりしそうな空気はありますもんね。そうですよね、はい、でベランダの広さを重要視したのは、やっぱ朝1時間コーヒー飲みたかったから、はい、もう、はい、これはもう絶対に譲れないポイントだったので、椅子とちっちゃくてもいいからテーブルが置ける広さのベランダは確保したいって思ってました。これは、うん、夏暑かったりとかはどうなんですか？その日当たり的に。夏は日よけのタープを張ってるんです。 あ、はいはい、あれを下ろすと全部、日陰になるようにしてます。なるほど、今は植物に光を当てたいから、うん、
隠してなるほど、はい、いいですね。でも本当ベランダなんかミニマリストさんでベランダ多分駆使してる方ってそんなにないから、こういう楽しみ方すごいありだなって思いました。ありがとうございます、はい、で、まあ、日当たりもすごい分かりますね、まあ、日当たり悪いよりはいい方がいいですもんね。で、ですよね、まあ、収納の数はなんか少ない方がいい、はい、多い方がいいみたいな感じですか。はい、多い方がいいなるほどですね。それはなんでだったんですか。そのこの部屋でずっと過ごすにあたって、うんうん、とにかく物が少なく暮らしたいから、うんうん、収納に全部こう収めたいっていうので、うん、出しときたくない。なるほど、はい、そういう目的ですね。よくあの、うん、見せる収納とかもあるけど、うん、まあ、おしゃれだなと思うんですけど、私は全部もうしまって、うん、なるほどしまいたいっていう。そういうことですね、はい、でキッチンの広さを優先させたのはやっぱり料理を楽しむためみたいな感じ、うん、はい、もうやっぱり毎日、はい、2食作る昼夜作るので、はい、本当にキッチンは重要ですね。まあ、そうですよね、はい、絶対2口以上のガスコンロ、はい、IH はもうダメっていうのもあったので、はい、結構難しかったです。なるほど、それこそ、うん、ね、お一人暮らしでワンルームとかで、うん、まあ、それこそなんか、ね、ガス口とかじゃない1個だけみたいな、はい、1個だけのは、まあ、そこはもう選択肢から消えたみたいな感じ で、 で、部屋の広さとかはなんかどれぐらいが良かったとか、はい、逆にこれはちょっと狭すぎだから嫌だとかあったんですか。 4.5 畳狭いからとか狭いですね。そうですよね。私ダイニングテーブル絶対置きたかったんです。なるほど。だからいつも内見行くとダイニングが置けるかなっていうのをなんか見てました。そうなんですね、はい、まあ、少なくてもまあ6畳ぐらいはあってほしいみたいな感じですか。絶対、まあ、そうですよね。絶対ですね、はい、で、あとはなんか気になったのが、うん、飲食店が近くにないことっていうのは何でですか。誘惑されたくないとかですか。あ、例えばその1階に飲食店入ってると虫が、そういうことです。匂いだったりとか、うん、あるし、うん、あとはその人の声がするじゃないですか、夜とか飲んでたりとか、はいはい、そういうのも離れたかったので。なるほど。もう何もない住宅街で本当に静かに暮らしたかった。そういうことですね、はいはい、で、まあ、緑がある場所がいいっていうのは、うん、まあ、散歩したりとか、うん、まあ、公園で買ってたりとかしたかったから、はい、窓から緑が見える、はい、ので、はい、やっぱちょっと目に入った時に癒される。うん、確かに確かに。目の前があったってすぐ家だと、うん、視界が、はい、癒されるし、ね、そうですね。なるほど。で、2階以上がいいっていうのは防犯上ですか。うん、そうですね、あの開けておきたいんです。あ、はいはい、窓をね窓を今を絶賛開けてる最中でございまして。そうなんです。常に開けときたいので、やっぱり1階だと、まあ、はい、ね、ちょっと知り合いの方が1階で窓を開けれたら入ってきちゃったっていうのを聞いたので。ああ、なるほど、はい、自分がそうされたとかじゃなくて知り合いで、ね、はいはいはい、やっぱそういうのあるんだなと思って、まあ、確かにね、危ないですもんね。で、まあ、開けといた方が風通しもいいし、はい、まあ、鳥のさえずりとかも聞こえるし、ね、癒されるっていうところで、ありがとうございます、はい、では続いて、家具インテリアのこだわりとかはあったりとかはしますか。はい、ルームツアーでもお話ししたんですけど、木の質感が感じられるものをやっぱ選んでますね、はいはい、あとはその色味を落ち着くナチュラルな色、はい、白とかベージュとか、はい、塗ってない、はい、本当に天然の、そうですね、はいはい、だけにしてます。で、なんか気づいたら自分のパーソナルカラーになってるみたいな。あ、そうなんですよね、やっぱその辺もじゃあ心に従ってるから、うん、多分そうなってるのかもしれないですね、きっと違和感がないっていうかね。昔からその服、パーソナルカラーを受けたことない時に、はい、服を買ってるじゃないですか、うん、はい、で、パーソナルカラー受けたらちゃんと自分のカラーを着てたんですね。あ、そうなんですね、すごいですね。だからちゃんと分かってるんだなっていうのを感じました、自分のこと。なんでですか、感性が豊かなのか。いや、みんな分かるんじゃないですか。いや、でも結構ずれてる方もいますよ、物がたくさんある方とかは。で、片付けて受けて、で、やっぱ服の系統、色合い、はい、形とかも変わったって方も結構いらっしゃるんで、ミニマリストさん特に。そうなんですね。そう、だもしかしたら天然素材が好きだったりとか、はいはい、まあ、自然の触れ合うというか、感性が豊かになるから自然とそっちに近づいていったのかなって勝手に思ってますけど本当かどうかは分かんないけどね、はいはい、ありがとうございます、はい、では続いて、なんか インテリア以外、各インテリア以外のもの選びでこだわりとかはあったりとかはしますか、はい、自分がときめくかどうかですね。やっぱなんか、はい、あの僕そのこんまりさんの片付けでときめきがよく分かんなくて、どういう感覚でキュンってくる感じなんですか。あ、そうです、そうです。あるんですね、はい、一目惚れするっていう感覚が、なるほど、はい、走るの で、 るで、ね、電気が走るわけですね。そうです、そうです、はい、そういう、ときめいたものだけ買うみたいな、うん、うん、そうです、妥協しないですね、ということですね、はい、で続いて、なんか暮らしがシンプルになったことによってお仕事とかにいい影響が出たのか出ないのかみたいなのはどうですか、うんうん、あんまり分かんない。さっき言った、はい、その気が散らないっていうのはやっぱり仕事にいい影響だと思いますね。へ、なんか昔実家にいた時に
なんか試験の勉強とかしてても、はい、こうテーブルが散らかってると、うん、勉強してるんだけど途中から片付け始めちゃうっていう、はいはいはい、まあ、気がそれますもんね、はい、絶対に、はい、そうかそうか、そうなんです、そういうのがないかなっていうは大きいと。あと金銭面とかでなんか良かったこととかありますか、はい、ああ、その無駄遣いが確実に減るので、まあ、相当こだわりもありますからねなかなか、はい、うん、それはやっぱり金銭的にも、はい、いうことですね。いいですよね。まあ、物欲もなくなって、うん、はい、あとなんか健康意識も高いから外食欲も減ったって書いてありますね、うん、そうですね、うん、だからいろんな意味で、まあ、日用品とか物に関する支出も減ったし、はい、まあ、食品に関しても外食減らない、あ、外食しないから外食費とかも減って節約になってるし、うんうんうん、カフェに本当に行かなくなりました、はい、カフェ大好きで、まあ、なんかそんなイメージあります、はい、ナチュラルテイストを好きな方って結構ね、はいはい、そう好きなイメージあるけど、そうなんです、あ、はい、カフェ大好きなんですけど、なんだろう、前までその美味しいコーヒーを飲みに行ってたけど、うんうんうん、もう家で美味しいのが飲めるってなったから家帰って飲もうっていう風になって、それが結構節約になりました。そうですね。でも本当カフェとかもね、チリツモで高くなりますもんね。結構しません。します結構します。そうそうそう、はい、いいとこ行くと ね、 ね、700円とか、はい、しますからね。しますよね。でもおうちカフェでやってると。そうですね、ありがとうございます、はい。では最後の質問です。ご自身にとっての暮らしのこだわりを教えてください、はい、ということでお願いします、はい、暮らしは、まあ、人生っていう意味でも大丈夫ですかね。あ、全然、はい、大丈夫です、まあ、全般生き方通して私はその体と心っていうのを何よりも大事にして暮らしています。自分の心に常に従ってたいので、予定とか約束入れないんですね。一切入れないんですけど、ほうほうほう、もうその日に自分が何をしたいかで決めるっていうスタイルを、そうですね、徹底してますよね。はい、貫いてますね。でも軸としてはあんまり周りに影響されたくないというか、はい、まあ、予定も入れないのも結構振り回されないというか、その日その日で自分らしく行きたい。やっぱり、はい、なんかその誰かと予定を入れちゃうと、うん、その日にそういう気分じゃないのに行かないといけないじゃないですか。そうですね。なんかそこをあのキャンセルできない性格なんですよ。うん、やっぱり迷惑かけちゃうしね。そうなんで、はいはい、それが言えないから、そっか、やっぱり、はい、無理やり、うん、なんかそういう気分じゃないのにそれ言っても楽しめないっていうのもあるし、うんうんうん、確かに、やりたかったことできなかったなっていう気持ちになるのも嫌なので、うん、入れないっていうのを。なるほど。はい、それは結構前からなんですか。結構旅を通してそういう風になっていったとかはありますか。はい、結構なんか自由っぽいじゃないですか。はい、ね、はい、本当に自由って言われます ね、 そうそうそうね。結構なんか旅してたらなんか気づきそうなことかなとも思ったりとかしましたけど。うん、そうですね。私旅も一人でしか行かないんですよ。人となるべく行かない。はい、そうなんです。昔18歳ぐらいの頃は友達と行ったりしてたんですけど、うん、それだとやっぱり思うように行動できないっていうのが、ご飯とかも、ね、合わせたりとかあるし、はいはいはい、でそういうのやってるうちに多分気づいてたんだと思います。なるほど、まあ、はい、でも本当旅はいろんなことに気づかされてくれますね。気づかされますね、本当に、はい、ありがとうございます。まあそんな感じで、まあ、僕からの質問、はい、インタビューは以上なんですけども、はい、最後なんか動画のまとめとして視聴者さんにお伝えしたいことがあればお願いします。はい、うん、前回のルームツアーと今回で本当に私の暮らしについてたくさんインタビューしていただいたんですけど、うんうん、はい、私が伝えたいのは、全部忘れてくださいっていうことなんですね。なるほど、はい、それはなんでかっていうと、はい、本当人の意見は関係ないので、うんうん、あの誰かがこう言ってたからこうしようとか思わずに、うんうん、自分がどうしたいのかっていうのを考えて生きていくのが本当に自分を幸せにすることだと思ってるので、はいはい、それが一番伝えたいかなと思いました。そうですね、今まで見たもの、うん、聞いたものは全部忘れて、うん、はい、まあ、あの強いて言うのであれば、はい、今回の動画きっかけに自分と向き合ってみてくださいみたいな、うん、そうですね、それが一番いいと、はい、ありがとうございます。綺麗にまとまりました。はい、はい、ありがとうございます。ということで、はいはい、最後にですね、はい、ココさんのインスタグラムのリンクが、ね、概要欄に貼ってありますので、うん、まあ、ぜひ気になる方とかね、まあ、いろいろその暮らしぶりのこと、まあ、学びたいっていうわけではないかもしれない、ちょっと刺激を受けたいとかね、まあ、ちょっと自分の暮らしと向き合うためにもっていうところで気になる方はぜひ概要欄見てみてほしいなと思います。はい、はい、ということで本日の動画は以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。